ディナンは、ベルギー、ナミュール州の都市。ムーズ川に面し、アンセレム、ウビニューシュルムーズ、ドレアンス、ファルマーニュ、ファルミニュール、ホワイコールノートルダム、ヒュルフォー、リゾーニュ、ソリンヌ、ティーヌの各地区によって構成される。ディナン一帯は、新石器時代にはすでに人が住んでおり、続いて、ケルト人、古代ローマ人が進出した。定住地として、ディナンが記載されたのは、 トンゲレン・マーストリヒト司教聖ペルペテが記録を残した7世紀に遡る。聖、ペルペテはディナンに住居を構え、聖番三教会を創設した。870年、西フランク・オーシャルル2世はディナンの一部をナミュール博管理下に与え、残りをトンゲレン司教管理下へ与えた。11世紀、神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世は、 市場と裁判権を含むいくつかの特権をリエージュ司教領ディナンへ授けた。この時からディナンはリエージュ司教領内23主要都市の一つとなった。ムーズ川に架かる最初の石造橋と初期に建てられていた城の主要修繕は11世紀終わりからされていた。この時期を通して18世紀終わりまでディナンはリエージュ司教と共に歴史を共有した。 ムーズ川の軍事要所に位置することから、公然の敵から常ではないがディナンは戦闘と略奪にさらされた。1466年、ブルゴーニュ公、フィリップ全領公とフィリップの着手シャルルユータン公はディナンで起こった反乱を800人の市民をムーズ川へ投げ込むことで懲らしめ、死に火を放った。ディナンの経済的競争相手は、 ムーズバー対岸を下った地点にあるブビニューであった。中世後期のディナントブビニューは、金属在庫を専業にし、精巧な鋳造品とディナンドリーと呼ばれた銀のように、美しい真鍮非金属で完成した、細工品を生産していた。また、秋ミニリーズ、食材、生産式用平皿、その他ムーズ谷至るところの祭壇家具が、ラインラント地域とその彼方へ供給された。歴史家、 アンリ・ピレンネは1883年に自分の博士号を中世離南における学位論文で獲得した。16世紀と17世紀の戦争はフランスとスペインの間に起こり中立を保ったにもかかわらず離南は破壊行為、飢饉、薬病流行に災難まれた。1675年オランダ侵略戦争でフランスは独歴史機関のフランス軍に占領された。 ディナンは18世紀の終わりになって短期間オーストリアの支配下に入った。リエージュ市教領全体は1795年にフランスに併合された。ディナンデリーは流行から外れ、ディナン経済は今や川の染色とトランプ生産が残っていた。有名なディナンのコークはこの頃に誕生した。ディナンは1914年に再び後廃状態となった。その年、 674人の住民がドイツ帝国軍により一括に処刑された。ドイツ帝国軍は1ヶ月以上1000人もの人々を死に追いやった。シタゲル、教会の塔、ムーズ川。ありがとうございます。